記録と。というアーティスト集団がやっているプロジェクトマッピング の夜の、ね、景色を、ね、見に来ました、世界遺産かなとユネスコの世界遺産になった二条城の中にいます。あ、なんかいい香りだね。二条城は1603年に徳川家康で、あたちょんじゃし、館徳川家康によって建てられたもので、もうその時に将軍になった徳川家康が皇居、天皇ですね、天皇を守るためにここにお城を建てました、ね、綺麗な庭ですね。足の内側に力を入れる、斜めにピンって自分が入る、まっすぐ後ろが支えてくれる、変わんないんだ、どこも支えちゃう自分が楽にしてる、綺麗な
川野はあのお城の石垣、石を積んであるね、石垣のすごく大きい石垣のところに手前にはあの堀があって水があったんですけど、そこに反射させながら、の今回 のこのネイキッド のテーマ、アートのテーマはフラワーズ、ネイキッドフラワーズなので、秋のお花見というテーマ の作品で、の鳳凰がフェニックス、ね、鳳凰が出てきて、でそこにこうなんか花がこうなんか咲いてきたりとか、花がこう舞う感じのなんか作品です。ですね。じゃあちょっと次へ進みましょう。今多分だんだんお城の中の方に入ってってるんだよね、門をねくぐりながら、ね、はい、皆さん今のネイキッドフラワーズどうだったでしょうか。もうここあの二条城はの京都に観光に来た時のぜひおすすめの場所なんですけど、あの理由はの日本の、ね、文化のなんか一番こう栄えた時、一番文化がの今の、ね、皆さんが知っているよう なんか着物とか、例えば、そうですね、茶道とか生け花とか、いろいろな、ね、日本の文化がこうあの完成、伝統的な文化が完成した時代なんですけれど、その時にあの1603年に徳川家康がこのお城を建てて、でそしてあの何度か、ね、なんか火事で建物が焼失したりしながらも、何度も何度も建て直したりとかしながら、あのオリジナルの、ね、石垣とか櫓というのはあのお城の角にある兵隊さん、ソージャーズがあのいるところなんですけど、そこ武器ってこうあのなんかいろんなウェポンですね、武器とかをなんかしまっている場所とか、オリジナルの建物がそのまま今でも残っていたりして、で建物の中にもあの昔あった、例えばあの狩野派という、ね、日本では一番すごいあの絵を描く、ね、日本画を描くすごいグループの人たちの作品が今でも残っていたり、いろいろな建物がその日本の、ね、重要文化財、ね、こうナショナルヘリテージ、ね、あの全体はユネスコのワールドヘリテージ、世界遺産なんですけど、中のそれぞれに小さい建物とか重要文化財として保存されていて、あの本当に、ね、貴重な建物になっています。で最後にあの歴史の中で一番なんか大事なターニングポイントは江戸時代が終わる時ですね。あの徳川家康から数えて15代目の将軍徳川慶喜が大政奉還といって、あの自分が持っていたパワーをあの今度新しい政府に返すという、ね、あの儀式があったんですね。なんかハンドオーバーセレモニー、ね、それのデクラレーション、大政奉還の声明があのこ の二条城で行われたというので、日本の歴史の中では本当に大切なあのなんか場所の一つなんですね。なので皆さんにあのぜひ、ね、ここねあの見学に来てもらいたいなと思います。今回みたいなイベントもあのいつも、ね、行われていて、あの秋の他にもう一つおすすめなのは春 の桜の時の桜の、ね、ライトアップとかも、ね、すごく綺麗です。
ちょっとだけ撮ってていいよ。反射してるのとかも綺麗じゃない？ここは、清流園のライトアップです。ちょっとよく見えづらいかもなんですけど、なんか建物がライトアップされてます。手前がね池になっているので、そのなんか池のところがやっぱり反射してる感じが綺麗ですね。御用の松？松ってこう2本でしょ、ですよね。うん、5本です。あ、そうなの？あ、御用の松。うーん、ここに置いてますね。どう？どう？どう？山口か。燃えるような赤だけど、ライトの赤だよね、これね。わからない。え、なんかさ、色がさ、緑っぽくなったり、赤っぽくなったりしてる。わからない。ん？紅葉知ってる？紅葉してる？してない。なんか色、天気の色で紅葉している風？ねえ。けど、え、うん、なんかよくわからない。でも一部は紅葉してる。建物。あれ？もう回ってきた。はい。え、なんか
もうなんかちょっとなんか 目が騙されてるような感じがする。だいたいこれで一周したかな。してるんだよね、黄色だよね。イチョウが、そうね、まだ少し緑がかってるけど、まあでもかなり綺麗に紅葉してる。下もいっぱい、あ、いっぱい落ちてるイチョウが。花みくじだって。ネイキッド花みくじ。うん。やる？やる。こちら最高日でーす。あ、並んでるみたい。大体いいかな、そんな感じ。出口ってこのまま真っすぐなのかしら。うん、じゃちょっと、うん、結構疲れてきたんだよね。そうそう、うん、あ、この人が
アートダイレクターみたい。ゆっくり出口に向かっていこう、うん、順路こっちって書いてある。いい人で買わないといけないのか。なんかもっと静かな感じなんですけど、今日のネイキッドのと比べると、もしかしたら私は高台寺 のプロジェクションマッピングの方がなんか綺麗なような気がしました。同じように鳳凰が出てきたり、
あとは同じなんか感じでなんかこう赤とかいろいろつくんですけど、あっちの方が特にサイズが小さい分なんか 色がもっとシャープで、今回のなんか結構ボワーっとした感じかなって思いました、うん、なんかちょっと感想、あの全然来ない方がいいとかそういうことではない、すごく良かったんですけど、でももし二条城に行くか高台寺行くか迷っている人がいれば、多分高台寺の方がおすすめです。はい、というわけでした。これちなみに二条城の入り口です。ペンね、バイバイ。